千住とビラマがホカゲに指名シーンであることに気づいた読者の反応を見ていくぜ。わしじゃないの？いや、わかってるだろ団蔵。この時期は純粋に猿推しだからな。腐るのは老害になってからだ。直前に犠牲立候補の速さで負けてたし納得はするんじゃね。これ言って生還する二代目様が面白すぎる。生還したの？瀕死の傷を負ったとしか言われてないからね。考えてみれば卑劣様が敵地に自分の死体残していくわけないもんな。この前後あたり見ると割と断層も好きだよってなる。犠牲に執着するのはこれが原体験というかトラウマなんだろうか。敵地だとそれこそ断層のメガンテみたいなの撃って死にそう。爆弾成分だけ置いてきそう。自分が慣れないと分かっていてもホカゲになりたかったのがまた悲しい。この時はホカゲになって里のために頑張るとかもできただろうに。ここからすれ違ってホカゲになるのが目的になったのちょっと生々しいよね。二代目は誰に殺されたんだっけ？金閣銀閣を殺した後に帰ってきて引き継ぎだけやってなくなったっぽい。仕事やりきりすぎて怖い。帰ってきたけど傷が元で死んだらしい。おとり事件みんなで応戦したら誰も死なずに勝てたのでは？ぶっちゃけこのメンツなら勝てそうではある。このシーンって敵は金閣部隊20人とのことで、このメンバーを窮地に追い込むにしてはむしろ数が少なく感じるやつ。まあ金閣銀閣強いし他も相当なやつがいたってことなんだろうけど。全員で殴り合えば勝てるだろうけど犠牲者たくさん出るよね的な。ただこの時金銀兄弟は二代目雷影を殺してるとのことなので、雲隠れからの敵側への増援はないかもしれん。金閣銀閣の扱う宝具も多人数で戦ったら確実に被害がでかいやつなのも、卑劣様が単体での陽動を引き受けた一員でもありそう。前世紀の猿や断層その他精鋭がいてもきついってなるくらいなんだから相手も相当ヤバかったんだろう。この時から対抗心バリバリだぞ。昼前より劣ってるの分かってるからこその対抗心だけど。この頃は三代目を認めてたかもしれないけど甘いだけじゃやっていけないって。裏のことをあれこれやりだして歪んでいった印象。ある程度裏方として地位を築くうちに何より自分を犠牲にしなきゃいけないのを忘れていった末路なのかな。とりあえず二代目雷影を殺せる程度の実力があったわけだし、どの程度の実力かは知らんが他の二代目影と戦ってた人間と考えや弱くはないだろ二代目雷影。ちゃんと里まで帰ってきてから死ぬあたりが最高に卑劣様だと思う。死体残したら研究されるからな。全員で言ったら逆に卑劣様が誰かかばって死にそうで。二代目雷影殺して卑劣様瀕死に追い込むって金銀兄弟すごくない？陸道の血縁だしなんかその時代の宝具も持ってるし球技のチャクラも持ってる。むしろこいつらどうやって死んだってレベル。すごいよ。ただ卑劣様殺したと思って意識外で殺されたっぽいけど。球技チャクラのダメージ受けたから回復できずに永続ダメージ受けて死んだってのはありそうだよね。金銀が卑劣様殺せたと思ってたから相打ちして金銀は死んだけど卑劣様は瀕死で里に帰ったみたいな感じなんだろうな。卑劣様の面白いところは地雷屋が千人収容してるあたりまでは生きてた設定のせいで、この場面からさらに年単位で生存してたんじゃないか疑惑があるところだと思う。この時は一人称が俺で移動転された時はわしだったからこっから年単位で生存しててもおかしくないな。雷影側も実力高い側近や護衛いただろうし、それに加えて卑劣様とその弟子たちが会談してる場を奇襲してほぼ成功するんだから、金閣銀閣部隊どんな化け物揃いだったんだろう。卑劣様ならいい機会だから死んだってことにして裏に隠れるぐらいはしそうだが、三代目の顔は顎ひげ生えてるし、断蔵が根を作ったのは昼前のホカゲ就任前って設定も考えるとやっぱりこの後10年ぐらい生きてるよね。二代目って水とか土影もだいぶヤバいし、割と群雄割拠の時代なのでは。ムーが自分たちを江戸転生したのは二代目ホカゲって思い込んでたから、ムーと水影は二人とも二代目存命時に死亡してるんだよね。里のための自己犠牲を見せつけられたせいで他人にもそれを強いるやり方ばかり選ぶようになってしまった。卑劣様も金閣銀閣も最終盤の対戦で化け物地味た強さだったからな。本編最終決戦レベルの戦いを繰り広げたんなら下っ端はいても巻き込まれるだけだわ。相手が勝ったと油断したところに奇襲を仕掛けるのがうまかったみたいだからな。金銀に殺される瞬間にセルフエド点予約発動して再起動。油断した金銀を殺して引き継ぎ終えてから術を解除して昇天。みたいな経緯だったとしても驚かない。格差と三代目くらいまではそれこそ柱魔を暴れしてた戦争時代に現役だった人たちだし。そいつらが全部ヤバいのは当然だろう。
ジャゼ影様だってヒルゼンより上の世代じゃなかったっけ。10ぐらい上のはず。この葉にいた頃のマダラとも戦ってるし。二部時点で79歳だからヒルゼンの7歳年上だな。金閣銀閣ってほとんど大筒木なのでは？っていうか大筒木なのでは？かぐやの子供の陸道仙人の直系なので、はい。おとり、その一人で全部片付けたて帰ってきたとかじゃないよね。ほとんどとどめ刺したみたいな状況だったのに、なんかこっちが死んでたとからしいから、瀕死からの転球した説も。それをやれるかやれないかで言ったら、しゃあない。割となると全体で見ても実力人格合わせて考えればヒルゼンは最高のほかげに近いだろ。スケベなくらいしか欠点がない。ただしうちはの扱いは除くものとする。アスマは誕生日に影分身でお祝いされてぐれた結果残念な感じになった説。ご属性全部使える猿と臭い息で封筒使える断層じゃね。口寄せと合わせてスサノオを破ってるあたり、実力はあると思うよ。ヒルゼンならさらに余裕でスサノオを破りそうな気はするが。真珠を物理で砕いてた印象が強すぎる。江戸天は再生と無限チャクラだから身体スペックは上がってないはずなのに。卑劣様、破壊が追いつかん。三代目、オラ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 ナルト救出。卑劣様、大猿にっこり。ここ好き。後進の活躍大好きおじいちゃん。致命傷を与えて勝ったと油断した二人が好きだらけになった時に、一瞬で仕留めてダッシュで逃げたなら真正面からみんなで戦わなかった理由になるな。結局火影組って単身が一番強いからな。港とかかしは連携した方が強いかもしれん。他の連中はワンマンアーミーすぎる。港は味方がいると単純に飛来心の選択肢が増えるから相手めちゃくちゃ嫌だろうな。あのメンツなら戦闘には勝てそうだけど、二代目以外はまだ発展途上だから強さで勝っても両端とかにやられそうだし犠牲は出てただろうね。この白寿司の時に三代目がこのシーン回想していい思い出なんだと思う一方、断層にとっては苦いものとして残ってたんだなって後でわかるのうまいよね。まあヒルゼンを光を浴びるこの葉、自分を闇の中の根と例えるくらいだし、かなりコンプレックスではあったんだろう。火影になりたかったのはもしかしたらヒルゼンと対等になりたかっただけかもしれないけど、飛来心でいつでも帰ってこれる卑劣様がおとりには適任だよね。因なしノーモーションでスサノオに刺さる天球って人体に当たったら大惨事なのでは。まあ卑劣様なら最終的には勝つだろうという安心感はある。逆に金銀をどうやって倒したのか知りたいところ。飛来心であわや瀕死の状態から生還はしたけどって感じなのかね。金銀って三代目雷影の時代まで生きてるぞ。雷影にも二代目火影と雷影を倒した最悪の謀反人と言われてるから普通に負けてる。二代目火影は確かに殺したはずってセリフを二代目と相打ちしたって意味に捉えてる人はいる。三代目雷影が就任するまでは生きてるから、江戸天は二代目火影の術って認識から出たセリフだと思う。二代目 VS 金銀はちゃんと見たいな。絶対すごい戦いだろうし。普通の傷与えてるから宝具だよりじゃないんだよな金銀。すごく見たいわ。金閣銀閣が陸道仙人の直系なの初めて知った。金閣銀閣が九尾に食われてたって話が出た時に、生き残るなんて普通じゃない、おそらく陸道仙人の血を引いてるみたいなことを雷影が言ってた。断層のいいところはあのまがまがしい老怪そうなキャラでざと、封筒、宮内刀、体術、口寄せ、呪印と、ナルトの王道を行く戦い方をほぼ全て見せてくれるところ。ヒルゼンコンクと火の石を履き違えたのが致命的すぎる。若い頃のシーン国のためにおとりになりたいけど怖いからできないまでなら普通な感性なのにさ。サルトビお前は何を考えている？お前にその覚悟はあるのか？ってサルのことばっか考えてて主体性ないんだな断層。結局作中じゃ一度も国のために体張ってないし、そりゃほかげにはなれませんわ。根の部下にすら自分たちも戦った方が良いのでは？と言われるのに引きこもってるし、火影としての資質は誰よりも低い。断層指名してたら卑劣様が無能になっちゃうじゃん。俺は弱腰だ。心のどこかでホッとしているってところだけは本当にわかる。それ以外はちょっとこじらせすぎ。驚いてるのは、選ばれてないことじゃなくて決まったタイミングだろ。二代目も三代目も窮地において決断が早かった。このタイミングでの急な火影指名は誰だって驚くからしゃあない。